皆さんこんにちは。今回は龍が如く3で登場したボスまとめを紹介していきたいと思います。初めて PS3 で発売されたナンバリング作品でしたね。3では新たな舞台として沖縄が登場したことで、これまでとは違った環境でのバトルとなりました。またアクション要素も進化したことで、敵も大きく強くなった作品と言えるでしょう。新ハードでどうなったのか気になるところだな。まず最初に紹介するのはシリーズではおなじみの、真島の兄さんです。カムロ町を離れて沖縄へ行くことになった桐生さんは、真島の兄さんに登場会に戻ってほしいと頼むことになります。大悟が登場会6代目に就任するにあたり、そばで見守ってくれる人が必要だったのです。大悟は優秀ですがまだ若いですからね。しかし兄さんは部下の手前、昔のように好きに暴れられないため戻らないと答えました。そんな兄さんを説得するために、拳を交えることになります。兄さんとこんな早い段階から戦うのは、シリーズでも珍しいです。ここでの兄さんはドスを装備しておらず、素手で戦ってきます。しかしまだゼロが発売される前だったこともあり、喧嘩しスタイルというわけではありません。ドスを装備していないだけで、モーションは同じものでした。何気にここでだけ見ることができる、ドスなしの島野の強肩スタイルかもしれないな。この戦闘では一番最初のボス戦ということもあり、そこまで変わった攻撃をしてくることはありません。ただ専用ヒートアクションや、起き上がり攻撃は使ってくるので注意が必要です。兄さんはドスを持ってからが本番だからな。素手だと強力な攻撃をしてこないのは、これまでの描写的にも理にかなっているかもしれない。初戦が兄さんだからちょっと怖いかもしれないけど、ドスじゃないからしっかり防御すれば安定して戦えるよ。兄さん本人もそこまで激しく動いてくるわけじゃないから、まずここで苦戦することはないかもしれないね。いくら兄さんとはいえ一番最初のボス戦だから、ここでつまずくような強さにはされてないみたいだな。続いて紹介するのは沖縄での初めてのボス戦となった、竜道一家の若頭である島袋力也です。朝顔に立ち退きを迫っている、竜道一家を探している際に、コンビニ前にある広場で戦うことになりました。話をつけるために事務所へ向かおうとする、桐生さんを止めるため、立ちはだかる形で力也と戦闘になりました。極道の構成員として当然の行動ではありますね。力也は沖縄への強い人物であり、背中には蛇の一種であるハブの入れ墨が入っています。この入れ墨に関するエピソードは、サブストーリーにもなっていたりと、後々かなり重要な役どころになる人物でした。人情に厚い昔ながらの人情者という感じでした。力也は捨て頃のハブという異名通り、素手での喧嘩を得意としています。振り下ろすようなハンマーパンチは特に強力で、これを食らってしまうと気絶状態になります。序盤から気絶技を使うと考えると、結構強いボスだったな。力也は他にも掴んだ状態からのヒートアクションを持っていたりと、ただのチンピラではないことが、戦闘中でも感じ取れる動きをしていました。三連撃や飛び蹴りのでも早かったりと、慣れないうちは苦戦しやすいボスかもしれません。この頃は序盤で桐生さんの成長もまだ進んでいないから、そういう意味でも苦戦しそうだ。その代わり周囲には机や椅子などのオブジェが多いので、それを使って攻めると戦いやすくなります。武器攻撃は防御を崩しやすいから、素手の力也には有効そうだ。続いて紹介するのは風俗街を取り仕切っている、玉城組の組長である玉城哲夫です。玉城は先の母親を利用して崎を誘拐させており、そこに救助に現れた桐生さんと戦闘になりました。玉城は中原と朝顔の土地買収の件で取引をするために、中原が娘同然に大切にしている崎を誘拐したのです。玉城は基本優しい桐生さんからも下道扱いされたりと、終始悪役なキャラでしたね。戦闘開始時はナイフを装備しており、刃物属性の攻撃を仕掛けてきます。距離が離れればナイフを投げたりもするなど、中距離戦もこなせるボスでした。ある程度慣れてきた頃合いということもあって、素手では防御できない攻撃をするボスだったな。そんな玉城の体力を半分まで減らすと、メリケンサックを装備したスタイルになります。この状態では攻撃力が高くなるだけでなく、防御からの反撃技も使用するようになります。ここまでのボスとは違い、ゴリ押しは通用しないと言えるでしょう。反撃を食らうとダウンさせられるから、結構面倒な相手だった記憶があります。一方で周囲にソファなどのオブジェがあったり、突入前に仕込み棒を手に入れるイベントがあるんだ。それもあって玉城の攻撃を防御できるような、下地はしっかり用意されてるよ。ある程度の救済措置はされてたということか。とはいえ仕込み棒はあまり攻撃力がないから、ヒートアクションかガード用にした方がいいかもしれないね。ソファもそこまで耐久力が高いわけじゃないから、ある程度は自分の力で対応できるようにしないといけないよ。さすがにこの頃になってくると慣れ始めるだろうから、しっかり動きを見極めることが大切そうだな。次に紹介するのは3代目錦山組若頭の、長谷部です。長谷部はスターダストを1ヶ月間レンタルするために、3億円の取引を持ちかけていました。スターダストを事務所代わりにすることで、他の組と喧嘩をする際の、前線基地のようにしようとしていたのです。またスターダストが巻き込まれてる。
さすがにそれを見過ごすことができないということで、戦闘になります。長谷部は部下を何人か引き連れていますが、攻撃が大振りでそこまで危険な攻撃をしてくることはありません。しかし体力が一定までヘルトに本刀を取り出し、それを使った攻撃を仕掛けてくることになります。ここでも刃物属性の攻撃をしてくるボスが、登場するんですね。剣山の頃に登場していた、一刀流スタイルのモーションであり、素手の時と違って、素早く火力の高い攻撃をしてくるようになります。食らうとダウンさせられる攻撃が多く、特に前蹴りからの切り上げは追尾性能もあるので強力です。居合斬りもかなり面倒だった記憶があります。一方でスターダストにはオブジェがいくつもあるので、攻撃にも防御にも有効に使うことができます。さらにこの戦いではユウヤとカズキも協力してくれるので、ある程度二人に任せながら戦うこともできるんです。この頃は味方に体力の設定はないから、おとりとして頑張ってもらうこともできるということか。しかしユウヤとカズキはそこまで強いわけではないので、戦力として頼るのはやめた方がいいかもしれません。あくまで雑魚を任せたり、ボスのおとりになってもらうのが得策です。一応あの二人はホストが本職だからな。決定打になるような強力な攻撃は、自分でやらないといけないわけだ。続いて紹介するのはミレニアムタワーへ向かう、道中で立ちはだかった、アンドレ・リチャードソンです。長谷部の発言から柏木さんの身を案じ、ミレニアムタワーへ向かうことになった桐生さん。その際にことぶき薬局の路地裏で登場し、部下と共に襲いかかってきました。この段階ではまだ名前が不明でしたね。自分たちの素性や目的を話すこともなく、問答無用での戦闘となりました。部下は雑魚なのでそこまで強くないのですが、リチャードソンは蹴りを多用する戦闘スタイルをしています。極み2で登場した黒装束の男とよく似たスタイルです。そう聞くととんでもない強敵に聞こえるな。そう感じてしまいますが、リチャードソンはそこまで強敵ではありません。攻撃自体はあくまで物理属性なので、普通に防御をすることができます。黒装束の男のように専用装備がないと、防御不能というわけではないので、しっかりと攻撃を防いでいれば、苦戦することはありません。刃物属性がいかに面倒なのかがよくわかるな。それでも手数が多くて素早いボスなのは変わりないから、油断すると苦戦してしまうけどね。リチャードソンの攻撃後の隙をついて、確実に戦うのが得策だよ。この時には謎だらけのボスでしたが、動き自体を覚えてしまえば楽な相手なのかもしれません。この辺りから典型で新しい技を覚えられるようになるので、使えそうな時にはそれで大ダメージを狙うのもおすすめです。次に紹介するのは3代目錦山組組長の神田剛です。柏木さんと会っていた際にヘリからの襲撃を受け、目の前で柏木さんが撃たれてしまう事件が発生。その犯行に神田が関わっているのではないかと考え、ホテル赤レンガにいる神田に会いに行ったことで戦闘になりました。若頭の長谷部の発言から考えても、神田が関与している可能性は否定できませんでしたからね。複数回逃げ回る神田をスイートルームまで追い詰めることで、ようやく神田本人との戦闘になるという流れでした。それまでの間に錦山組構成員との戦闘が続くので、一種のロングバトルと言えるかもしれません。特殊なロングバトルだから、シリーズの中でも珍しいかもしれないな。神田とのバトルは怠慢で行われるのですが、神田はパワフルな戦闘スタイルを持った強敵です。ガードが固く正面からフィニッシュブローを当てても、ダウンしないため追い打ちを仕掛けにくい相手です。さらにオブジェを武器として持った状態になると、スーパーアーマー状態にもなります。こうして聞くと、神田はかなり戦いにくいボスですね。特に壁のオブジェを持っている最中は、攻撃力も攻撃範囲も大きく非常に危険な相手です。回避が重要になってくる、ゴリ押しの通用しないボスという感じだな。その一方で神田は使えるオブジェがなくなれば、そこまで特殊な技を使ってくることはありません。武器を持たなければヒートモードにもならないので、先に使える武器は全て使ってしまうのも手です。事前に相手の使える手を潰してしまうということですね。ちなみに神田の体力が一定以下になると、ここだけの専用ヒートアクションが自動発動します。これを使えば一気に体力を削れるので、最後はほぼイベント戦とも言えるかもしれません。悪ふざけ全開の技なのに、異様にダメージ高いんだよなあれ。続いて紹介するのは真島の兄さんとの2戦目です。兄さんが沖縄の土地買収に絡んでいることを知った桐生さんは、なぜ彼がそんなことをしたのか知るために接触を図りました。兄さんは浜崎の計画に乗ったふりをしていただけで、実際は桐生さんを守ろうとしていたのですが、そんなことを素直に話してくれるはずもなく、いつものように喧嘩をして口を割らせることになりました。1戦目でもそうだったから、2回目もそうなると思ったよ。ここでの兄さんはいつものようにドスを装備しており、素早い連続攻撃を仕掛けてきます。そして今や兄さんおなじみの、高速スウェイも使ってきます。5ではついに分身するほどになったが、よく考えるとこの頃からおかしかった。残像を残すほどの速度で回避して攻撃してくるから、背後から攻撃されることが多くなる戦いです。たまにヒートモードになるのですが、その時には連続で高速スウェイを繰り出してきます。
この時に攻撃を当てることは不可能に近く、回避や防御に徹するしかありません。どうしてもスピードという部分では、兄さんには勝てませんね。ヒートモードになってからある程度時間が経つと、QTE が発生するヒートアクションを使ってきます。このアクションが終わるとヒートモードが解除されるので、そうなった時が狙いどころとなります。無理に攻撃しようとせずに、兄さんの攻撃の隙を確実に狙わないといけないみたいだな。ちなみにこの戦闘は闘技場のリングで行われるけど、武器や装備は普通に反映されてるんだ。兄さんがヒートモード中でも、ヒートアクションは発動できるから、高速スウェイ中にそれを狙ってみるのもいいかもしれないよ。通常攻撃を当てるのが難しくても、ヒートアクションなら可能だったか。普通の闘技場の時とは違うからこそ、通用する戦法かもしれないな。ちなみにこの戦闘でも兄さんに掴まれた状態になると、専用のヒートアクションを使ってくることがあります。発動までに振りほどく猶予が存在しているので、基本的に通常難易度でこれを食らうことはないかもしれませんが、あまり普段は見れないレアなヒートアクションではあるが、わざわざ見ようとしない限りは大丈夫そうだな。次に紹介するのは中華マフィアジャカの総帥である、ラウカーロンです。カーロンは浜崎と協力関係になることで、キリュウさんへの復讐をする機会を得ようと考えていました。さらにキリュウさんをおびき出すために、部下を使って力也を誘拐させたのです。初代の頃に負けてから、ずっと機会を伺ってたんですね。2では登場しなかったから諦めたかと思ってたので、3での再登場はちょっと予想外でした。カーロンは部下を引き連れて現れたということもあり、部下たちを倒した後で戦うことになります。戦闘では最初はナギナタを装備しており、気絶効果のある反撃技や素早い連続攻撃を繰り出してきます。極みで見せたナギナタを回転させる反撃技は使いませんが、それでもかなり厄介な戦い方をするボスです。やはりカーロンは武器による攻撃が厄介ですね。ナギナタは攻撃範囲が広い上に素早いので、距離をある程度空けておきたいです。ある程度体力が減ると素手状態になり、中国拳法のような攻撃を仕掛けてきます。この状態でも反撃技を使ってきたりするので、注意が必要です。素手の状態でも油断は禁物だな。刃物属性ではなくなるものの、攻撃力が高く素早いのは変わりませんからね。そして最終的には鍵爪を装備した状態になり、フィニッシュブローを当ててもダウンしなくなります。さらに QTE が発動するヒートアクションを使ってくるので、どの状態でも全く油断できないボスとなっています。カーロンはどの作品でもいろんな対応ができないと、苦戦するボスですね。ただカーロンが発動するヒートアクションは、必ず発生するというわけではないんです。いつ発生するかはおそらくランダムのようなので、場合によっては食らわずに戦闘が終わることもありますよ。なんとなく QTE 系のヒートアクションは、確定で発生すると思ってたよ。それなら鍵詰め状態になったら、早めに勝負をつけた方がヒートアクションを防げそうだな。ちなみにカーロンは8での戦闘でも似たような技を使うから、現役を引退しても武器の扱いが上手いみたいだよ。略連死とも関係があることが語られてたから、それを考えると現役引退後も強いのは納得かもしれない。次に紹介するのは CIA のエージェントである、風間ジョージです。風間のおやっさんの双子の弟であり、CIA からの指示を受けて動いています。峰と協力関係にあるトーマを殺害するため、クラブに姿を現した際に、待ち伏せていたキリュウさんと戦うことになりました。別人とはいえおやっさんと戦ってるみたいな、不思議な気持ちになる戦闘でしたね。ジョージは総理大臣であるタミヤの親友であり、真の目的は武器密売組織、ブラックマンデーの首領を捕まえることでした。しかしそのためならば殺しも辞さない方針のため、力ずくで止めることになったのです。任務のためには容赦しないという怖さがありましたね。実際にもかなりの強敵だった記憶があります。ジョージは空手をベースにした戦闘スタイルで、素早くそれでいてパワフルな攻撃を仕掛けてきます。ゼロでの柏木さんと同じスタイルといえば、その恐ろしさがわかるかもしれません。攻撃を当ててもひるまなくなって、強力な攻撃を連発してきていた記憶があります。それだけでも単純に強敵なジョージですが、彼の恐ろしさはそれだけではありません。腰を少し上げて構えを変えている間は、攻撃をしても腕を取って投げ飛ばす技も使ってきます。空手と合気道の合わせ技のようなスタイルでしたね。この構えの時はダウン復帰の足払いすら、カウンターして投げ飛ばしてきます。当然武器での近接攻撃などにも反応するので、構え変更中はとにかく手を出さないのが得策です。この合気道技には剣山の時にも苦しめられたので、通常攻撃も強いボスにやられるとさらに厄介でした。その強さは気流さんをもってしても、若かったら勝てたかわからないと言わしめるほどでした。わざわざそういった描写がされるということは、ジョージの実力は設定的にも相当なものということか。実際にも戦っててかなりの強敵だったし、納得いく描写だ。ちなみにヒートモード中はカーロンみたいに、フィニッシュブローを当ててもダウンしなくなるんだ。その上でボスの中でも隙が少ないタイプだから、カウンターも含めて注意が必要な相手だよ。カウンターがなければ多少戦いやすいかもしれないが、それがあるから下手な攻撃はできないな。
ちなみにこの戦闘では合間に QTE が挟まり、フィールドが変わることになるんだ。どっちのフィールドもそこまで広くはないから、ジョージとの距離感には気をつけないといけないよ。ジョージの空手スタイルは技の出が早いから、予備動作を見て避けるのが難しそうだからな。攻撃を出されても当たらない距離で誘発させて、攻撃後の隙を狙うのが良さそうだ。次に紹介するのは玉城との2戦目です。峰から桐生さんに会う機会と10億の報酬をちらつかされたことで朝顔へと襲撃を仕掛けてきました。そこで中原を誘拐して闘牛場で待ち受け、足止めをするために襲いかかってきました。てっきり序盤だけの出番かと思っていたので、ここでの再登場は驚かされました。以前はナイフやメリケンサックを使っていた玉城ですが、ここでは銃を使ってきます。連続射撃や回避からの銃撃など、ごとくシリーズではおなじみの銃持ちのボスといったスタイルです。回避からの銃撃は無敵時間が長めなので、無理に攻めるとこちらがダメージを受けてしまいます。ということは先に攻撃を誘発させてから、その合間の隙を狙うのが良さそうだな。最初はその方式が安定しますが、体力が一定まで減ると連続キックからの回避射撃もしてきます。その年齢からは考えられないようなアクロバティックな動きをし、後ろに下がってから撃つという動きをするのです。あまり玉城のキャラ的にも合ってないような動きだ。ただこの状態になると、それまでの回避射撃はほぼしなくなるので、かえって戦いやすいと感じる人もいるようです。さらに他の銃持ちボスにはあまり見られないリロードモーションもあるんです。この間は完全に無防備になるので、歴代銃持ちボスの中でもかなり戦いやすいボスと言えます。確かに銃持ちボスがリロードをするというのは、ごとくシリーズの中ではあまり見ないかもしれないな。玉城のリロード中は一種のスーパーアーマーだから、強力な攻撃を続けて打ち込みやすかった記憶がある。もしかすると一戦目の方が強かったんじゃないか。正直終盤で登場するボスとしては拍子抜けする弱さだね。合間で部下を呼んだりはしてくるけど、部下はどれも雑魚敵だからそこまで苦戦しないんだ。一つ前のボスであるジョージがかなりの強敵だったから、ここまで戦いやすいと第二形態を警戒してしまうな。しかしながら玉城の2戦目には第二形態はありません。持っている武器を銃から変えてくることもないので、正直1戦目の方が強かったと感じる人もいるかもしれません。イベント中に登場してる闘牛がボスとして出てたら、また違った印象を受けてたかもしれませんね。続いて紹介するのは東都大病院で戦うことになるアンドレ・リチャードソンの2戦目です。大吾を殺そうとしているミネを止めるために訪れた病院で、桐生さんの前に立ちはだかりました。最初は病室内で以前と同じ戦闘スタイルで戦い、一度敗れた後に屋上に向かう桐生さんの前に再度現れます。3の中で一番戦うことになるボスかもしれませんね。ここでは二丁拳銃とショットガンを使い分けてきます。二丁拳銃は荒瀬を思わせる動きに、鋭い足技からの銃撃などを使い分けてきます。一撃の威力は低めな代わりに連射してくるので、一発食らうとそのまま連続で食らいやすいです。二丁拳銃のボスはシリーズの中でも数は少ないですが、その分戦うのが難しい強敵というイメージがあります。ショットガン装備の際には予備動作の小さい射撃を行い、蹴りからの射撃なども使ってきます。回避からの射撃なども使ってくるので、この状態の時には注意が必要です。ショットガンの時に予備動作が小さいっていうのは、相手をする上ではなかなか厳しそうだ。そう考えると動きが大きい二丁拳銃の方が、攻撃を当てやすいのかもしれないな。ちなみにショットガン装備中は火縄封じが発動可能だから、大ダメージを与えやすい状態でもあるんだ。それと銃持ちのリチャードソンは防御が甘いから、人によっては素手状態より戦いやすいかもしれないね。銃を持ってるからこそ隙が大きくなってるんだな。それと戦闘時のフィールドには柱があったりするから、そこを挟んで戦えば銃撃を回避しやすくなるよ。場所によってはパーテーションみたいなものもあるから、自信がない時には地形も利用するといいかもしれないね。銃を持ってる相手には遮蔽物を利用するのは、他の作品でも鉄板の対処法だな。わざわざそういう地形になってるということは、制作陣もそういう戦い方を想定してるのかもしれない。最後に紹介するのは白鵬会会長である、峰義隆です。貧乏ゆえに苦しい思いをしてきた峰は、金を稼げるような努力を重ねてきました。しかし集まった人間は皆、お金や地位を目当てに集まっていたのです。人間不信に陥った峰は真の絆を求めて、極道の世界に入り大悟と出会いました。峰はシリーズの中でも、結構変わった経歴の持ち主ですね。大悟の仁義に触れて心酔するようになった峰でしたが、大悟が既得状態になったことで強行に走ってしまいました。憧れていた大悟の姿に失望し殺害するために、昏睡している大悟を屋上まで運びました。そこに間に合った桐生さんによって食い止められ、峰を改心させるために戦うことになりました。強い憧れと信仰によって強行に走るのは、シリーズの中でも珍しいですね。戦闘では峰は総合格闘技に分類される戦闘スタイルです。パンチやキックによる素早い連続攻撃や回避しながらの攻撃など隙が非常に少ない強敵です。さすがにラスボスという強さだったな。
回避しながらの攻撃は気流さんも使えるが、いざ自分が使われるとそのヤバさが理解できるよ。さらにミネは3つのヒートモードを持っており、それらを使い分けてくるのも特徴なんです。まず1つが攻撃が苛烈になる赤ヒートです。この状態になるとより攻撃が激しくなり、防御し続けるのも難しくなります。ミネのヒートモードの中では、このヒートが一番危険だった記憶があります。この赤ヒートはそれ以外にも、ガード不能な技を連発してくるという特徴があるんです。振り下ろすような大振りなパンチなのですが、モーションに見合わずかなりの速度です。一見ガードできそうなモーションなのに、全然できないんだよな。二つ目のヒートモードはキヒートです。このヒート中は連続ローキックや、デンプシーロールなどの連続攻撃を使ってきます。もし背後に回り込まれた状態で使われようものなら、防御もできずに全て食らってしまうことがあります。このヒートの時もガード不能攻撃は使ってくるから、ガードだけしてればいいわけじゃないんだよな。かといって小さい回避だと逃げ切れないこともあるから、このヒート中も逃げた方が安全かもしれない。そして三つ目が青ヒートです。この状態では攻撃は控えめで、そこまで厄介ではありません。しかしその代わりに唯一回復を使ってくるヒートなんです。体力を回復するボスというと、剣山の展開を思い出しますね。ミネの回復は展開ほどの速さではありませんが、それでも放置すればそれなりに回復します。しかも攻撃をしても、モーションが終わるまでは必ず回復し続けるんです。そのため回復を上回る攻撃をしなければ、結果的には回復を許してしまうことになります。青ヒート中は逆にガンガン攻めていかないと、どんどん回復を許してしまうことになるんだな。ミネはそれら3つのヒートモードを使い分け、様々なタイプの攻め方をしてくるボスでした。しかしヒートモードを警戒すればいいというわけでもなく、通常状態の攻撃にも注意はしなければいけません。素早く強力な攻撃を使ってくるのは普段からなので、ヒート中ではないからといって油断は禁物です。いろんなヒートを使い分けるのは、歴代ボスの中でも見たことがない特殊さだ。そんな特殊さがありながら通常時でも強い当たり、歴代ボスの中でもかなりの強敵なんじゃないか？複数のヒートモードを使い分けてくるボスは、歴代の中でもそんなにいないんだ。しかも歴代ラスボスのモーションと比較しても、ミネは相当強いボスとして設定してあると思うよ。どの攻撃にも目立った隙とかが存在しないからな。実際にミネには目立った弱点や隙が存在しておらず、単純なプレイスキルが要求されます。ガード崩しやヒートアクション、トラ落としなどを駆使していかないと苦戦します。あるいは赤ヒートの際に発生する QTE に成功し、ヒートゲージを貯めつつ、ダメージを与えるのも忘れてはいけません。あの QTE は赤ヒートになれば毎回のように発生するから、そこでのチャンスは逃さないようにしたいですね。そういった全てを使うことで、ようやく安定するようになるのがミネでした。万全な状態の気流さんに片膝をつかせた人物の一人なので、実際に設定的にも相当な強さと言えるかもしれませんね。8での真髄奥の極みにもミネの入れ墨が出てたから、気流さんにとって錦山や友人に次ぐ実力者なんだろうな。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、歴代龍が如くのまとめ動画を投稿しているので、ゆっくり組組員の野郎どもは、チャンネル登録、コメントで、応援しやがれください。ではまた、次の動画でお会いしましょう。